皆さんこんにちは。いつも動画のご視聴ありがとうございます。地下鉄鶴舞線の沿線をぶらり散歩していきます。今回は庄内通り駅から出発して浅間町駅まで歩いていきます。庄内通り駅の次は上信駅ですね。はい、上信駅に向かいます。桜餅、柏餅、いちご大福、わらび餅。有楽堂、有楽堂って書いてあったな。鳥見町の名古屋高速の入り口ですかね。こっちには庄内通り入り口がありますね。はい、名古屋高速。庄内通り3丁目バス停。今現在はこの辺りにいます。わあ、ここ大きくカーブしてるね。ね、これは三雪モールっていうのかな。山中とかエディオンとか、これは三雪モールショッピングセンターですかね。秩父通りバス停ですか。秩父通りっていうんですかね。秩父通り交差点って書いてある。ここを渡りますね。デニーズがあります。で、ここは青木と24時間のフィットネスジムが一緒に入ってるね。うわ、いい匂い。ここはケーキ屋さんかな。とてもいい匂いがします。うわ、なんだあれ。雑居ビルかな。なかなか古い感じのビルだね。パブ、スナック、上信8ビル、上信8ビル。うわー、この寂れた感がまたなんとも古い感じがしますね。上信8ビル。おお、この辺も古いね。布団屋さんかな。お布団屋さん。今現在はこの辺りにいます。なんかこの辺古い感じだね。まあ、ここも古そうだね。あ、もうすぐ上信駅じゃん。わあ、この辺も見覚えありますね。名物串カツ田中、大阪伝統の味田中。あ、着きましたね、上信駅。
あ、ここもエスカレーターあるね。わ、ここはさらに下がるんだ。ちょっと深いんかも。ここは改札通ってすぐ駅のホームですね。そうですね。上信駅の次は浅間町駅ですね。そこまで行きます。厚切りステーキの俵屋、営業中ですね。西区役所ですよね。一度来たことありますね。西区の街を自転車で巡った時に来たことありますね。確かね、この辺りでね、撮影したんじゃないかな。以前こんな感じで撮影したような気がします。ガラス張りでとてもね、スタイリッシュな建物で印象に残ってます。今現在はこの辺りにいます。この辺りは初めて進むかな。自転車でも通ったことないんじゃないかな。歩いたこともないと思う。ちょっと歩道橋渡って次反対側歩いてみますか。花の木二丁目交差点、ここを渡ります。炭火焼き鳥大井町。ここ一番西区城西店。あれなんだろう、なかなか古そうだね。この時は分からなかったんですけど、極みサウナというサウナ施設ですね。築70年以上の古民家をリノベーションして2022年12月にオープンしたそうですね。あ、着きましたか。浅間町駅ですかね。意外と近かったな。着きました。浅間町駅、浅間町駅着きましたね。